バンドのライトビンガーというバンドのそこそこ難しい曲を紹介したいと思います。皆さんお聞きしてください。それではどうぞ。この曲はですね、ライトブリンガーの、PV 曲にもなってます。ぜひチェックしてみてください。それとですね、この時はもう23歳ぐらいでしたね。奏法なんですけど、基本的にはタッピングをしています。タッピングを主体に、なんていうかな、これはすごい、もうこれをやったからって応用してアドリブとかに持ってくれるっていうわけでは多分ないと思うんで、本当にマニアックなフレーズですよね。でこういうフレーズが弾きたいって思ったんだったら、まずおすすめなのはこういう今さっき弾いた、これのダイアトニックで弾いてみたいとかね。弾けない、こっちでリズムを刻んだ方がいいんで、こういうのは本当に練習あるのみって感じですね。であとこれややこしいんですよね。うん、これは本当にタッピングの練習、とにかくみたいな、こっち主体のこうじゃなくてフレーズをこうやっていくと、多分なんか自分なりに消化してできると思うんで、まあこのフレーズもコピーしてほしいんですけど、まずはこういうフレーズですね。まあぜひこのタブ譜があるんで、タブ譜見てじっくりやってみてください。でインスタかツイッターか YouTube にでもハッシュタグ J で J タイムでつけてあげてもらったらチェックするんで、やってみてください。というわけで、この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。